はい、望月凛です。今回は科学的行動習慣の専門家で行動習慣研究所所長である佐藤伝さんの書かれた「なぜかうまくいく人の秘密の習慣」を解説していきます。この本は一言で言うと人生がうまくいく習慣について教えてくれる本だ。人生がうまくいく習慣か。でも俺何やってもなかなか続かないんですよね。それは習慣にしようとしていることのハードルが高すぎるせいだ。例えば健康のために毎朝5時に起きて10キロランニングしようとか決めても1週間もしないうちに無理が来てやめてしまう人がほとんどだ。それですそれです。習慣にするのって難しくて。だが安心しろ、人生がうまくいくためにはそんな難易度の高い習慣を続ける必要なんてない。本当に必要なのはハードルはめちゃくちゃ低くて無理なく続けられるが、ほんの少しずつでも成長していける、そういう習慣だ。え、そうなんですか。ああ、本書ではそんな誰にでも簡単にできて確実に人生がいい方向に進む習慣についてわかりやすく解説されている。今回の授業を受ければそんな人生がなぜかうまくいく秘密の習慣について知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は小さな習慣が人生を変えるだな。いきなりだが、お前がもし象を一頭丸ごと一人で完食しないといけないとしたらどうやって食べればいいと思う？え？象一頭は普通に無理ですよ、リンさん。ブブー。正解は一口ずつ食べるだ。口に入るボリューム、つまり一口分だけを続けて食べていくしかないんだ。え、それが答えなんですか？そうだ。これは結局どんな偉業であっても大変な困難であっても私たちは自分にできることをちょっとずつやっていくしかないということを示す例だ。ふむふむ。どんな小さなステップでもそれを続けていればやがて高い壁も越えることができる。つまり私たちに必要なのは昨日より今日 0.1% でいいから成長すること、そしてそれを続けることだ。そんなちょっとでもいいんですか？最初に話したランニングの話もそうだが、例えば英語を毎日3時間勉強しようと意気込んでもほとんどの人は三日坊主になってやめてしまう。それだと成長はほぼゼロだ。確かに。だが1日10分英語を勉強してそれが1日あたりたった 0.1% しか成長していないとしても694日後には今より2倍成長している計算になる。2倍？そう考えると習慣の力ってすごいですね。ああ、そういうちょっとずつの小さな習慣の積み重ねこそが人生をよりよく変えていくということだ。次はプラスの言葉を口にするだな。まずは心の習慣だ。自分の心を育てることでいい気分で毎日ハッピーに過ごせるようになる。そのためにはマイナス思考にならないようプラスの言葉を口にするのが大切だ。ん？どういうことですか？一説によると私たちは1日に約5000ものことを考えているそうだ。さらに注目すべきなのはその思考の9割が悲観的な内容、つまりマイナス思考で考えてしまうということだ。つまり人は1日に4500ものマイナス思考を生み出すのに対しプラス思考はたった500しかない。そうなんですか。ああ、しかもマイナス思考はどんどん増殖するという特徴がある。一旦マイナス思考に考え始めるとマイナスがマイナスを呼びどんどんマイナス思考が増え続ける。そんな、じゃあどうしたらいいんですか。大切なのはマイナス思考が出てきそうになったらとにかくプラスの言葉を口にするということだ。ごちゃごちゃ考えるよりとにかくやってみよう、大丈夫大丈夫などと声に出して言ってみる。それだけでマイナス思考が増殖していくのをストップすることができるんだ。へえ、そんな簡単なことでいいんですね。ああ、大事なのは人はマイナス思考になりがちということを知っておくこと、その上で意識してプラスの言葉を口にする習慣を身につけるということだ。次はお金は必要なものに喜んで使うだな。お金に関わる習慣で大切なのはお金を必要なものに喜んで使うことだ。お金を喜んで使うですか。お金の使い方というのは基本的に消費、投資、浪費の3つしかない。消費は生活に必要なものを買うこと、投資は自分の成長や資産を増やすために使うこと、浪費はどちらでもないただの無駄遣いだ。ふむふむ。消費や投資というのは気をつけないと浪費に変わってしまう。例えば安いからという理由で必要以上に食材を買ったりギャンブルに使ったりするのも同じだ。あー、確かにそういうのにお金使っちゃうと後から後悔するんですよね。
うん、だからこそお金を使うときにはそれが消費、投資、浪費のどれに当たるのかを自問自答する習慣をつけるのがめちゃくちゃ重要だ。もし本当は必要がない浪費だと思ったらそこはぐっと我慢だ。逆にこれは必要なものだと思えるなら自信を持って喜んでお金を使う。これを使ったらお金が減っちゃうなとか、支払いたくなかったなとか後悔を感じながら支払うのではなく、喜んでというのがポイントだ。なるほど。そうやって気持ちよく使えるものだけにお金を使うと、それが自分のためになり、お金がまた返ってきやすくなるものだ。おお、わかりました。次は8割聞いて2割話すだな。人間関係ではやはりコミュニケーションが重要になってくるが、そこで重要になる習慣はアクティブリスニングだ。アクティブリスニング、何ですかそれは。要するに積極的に相手の話を聞くということだな。人に好かれるのは話し上手より聞き上手だ。具体的にはなるほど、そうなんですねといった具合に相槌を打つのと相手の言葉を繰り返すのがポイントだ。相槌と相手の言葉を繰り返す。ああ、基本的にはそれだけで会話は成り立つ。例えば私映画見るのが好きなんですよと言われたら、へえ、映画を見るのが好きなんですねという具合でオウム返しするだけで、話し手はちゃんと聞いてもらっているという安心感を感じることができ、どんどん気持ちよく話せる。なるほど。人はどうしても自分の話を聞いてほしい生き物だから、ついつい自分のことばかり話してしまうものだ。なので会話するときには8割聞いて2割話すという意識を常に持つことを習慣にするといい。そして相手の話を否定しない、相手の話題を奪わない、相手の話にマウントを取ろうとしない、この3点にさえ気をつけていれば、それだけで好感を持ってもらいやすくなるぞ。やっぱ聞くことって大事なんですね。わかりました。次は毎朝3分手帳タイムを作るだな。1日のスタートである朝にどういう習慣を持つのかはとても重要だ。朝ですか。いつもテレビ見てダラダラしてバタバタしながら会社行ってますね。それはめちゃくちゃもったいない過ごし方だな。自分を見つめ直すにはフレッシュで穏やかな気持ちの朝が最適だ。朝一人の時間を意識的に確保して人生をデザインする時間に充てる。人生をデザインするってどういうことですか。うん、具体的には3分でいいので手帳を開いて人生の目標や夢、またその日の段取りを確認する時間に充てるのを習慣にするといい。このたった3分の時間を取れるかどうかで、その日だけでなく人生の時間を効率的にうまく使えるようになるんだ。そういうもんなんですか。例えば休日の前日に明日はいろいろ溜まっていることをやりたいなと思いつつ、いざ休みになったらゴロゴロしてて何もしていないのに一日が終わってしまったなんて経験はないか。あー、毎週それです。それはちゃんと行動計画を考えていないからだ。休みの日であっても朝3分の手帳タイムを作って、午前中にこれをして、昼は何時までに食べて、その後何時までにあれをしようといった具合に簡単なアクションプランを立てるだけで充実した一日が過ごせるようになる。なるほど、やってみます。次は夜は自分を癒す時間を作るだな。朝の習慣と同じように大切なのが夜の習慣だ。夜か。いつもテレビ見たりゲームしているうちに気づいたら寝落ちしてたりします。まあそういう人は多いだろう。人間というのは社会的な動物だから、昼間仕事をしたり買い物に出かけたりと常に他人と関わりながら暮らしている。はい、確かに。そして他人と関わり合っている以上、ある程度の緊張やストレスが伴うのは当然だ。だからこそ夜は意識して自分だけの時間を作って心身を休める時間を作るのが大切だ。なるほど。でも実際どんなことをして過ごすのがいいんでしょう。癒し効果の高い夜の過ごし方としておすすめなのが、背伸びやぶら下がりなどのストレッチをしたり、半身浴でゆっくり温まる、あとはラベンダーなどのアロマを焚いたり、美しい映像を見るというのも効果的だ。なんか俺とは無縁というか、おしゃれな OL がやってそうなイメージですね。ああ、こういうヒーリングタイムというのは意識して作らないと手に入らない。時には電気を消してキャンドルの明かりだけで入浴するのもおすすめだぞ。そういう演出をバカバカしく思ったりするかもしれないが、実際にやってみると見ないでは人生が全然変わってくるものだ。確かにやったことないな。一応やってみるか。次は楽しいことを考えながら早く寝るだな。そして夜の習慣として一番大切なのはやはり何と言っても睡眠の取り方だ。寝る直前のうとうと状態でイメージしたことというのは潜在意識に記憶される。もし最悪な一日だったとしても、そのネガティブな出来事や感情を思い返しながら入眠してしまうと翌朝も気分よく起きれないし、それが積み重なると次第に人生に悪影響が出てくる。だからこそベッドで横になったらなるべく楽しかったことを思い出したり、
り、やりたいことを考えながら眠りにつくようにすると、翌朝気持ちよく目覚められるようになる。おお、確かになんか良さそうですね。あとは寝る時間も大切だ。22時から24時は睡眠のゴールデンタイムとも言われている。細胞がよく修復し、疲労回復のホルモンがたくさん分泌されるからだ。つまり22時に寝て5時に起きるのと、1時に寝て8時に起きるのでは、同じ睡眠時間でも質が全く異なるということだ。そうだったのか。これが何年も習慣として繰り返されると、健康や人生に大きな違いが出てくるのは簡単に想像できるだろう。仕事で遅くなる人も、少なくとも日が変わるまでに寝る習慣をつけるようにしたいものだ。なるほど、俺も今日からなるべく早く寝るようにします。最後は重要度でやることを決めるだな。習慣の中でも最も人生に影響が出ると言ってもいいのが思考の習慣だ。考え方の習慣ってことですか？ああ、当たり前といえば当たり前だが、いつもどういう考え方をするのか、その習慣で人生は大きく左右される。何をやるのかやらないのかを決めるとき、忙しい人ほど行動を決める基準が緊急度になりがちだ。緊急度？つまり締め切りが近い急ぎのものに注意を奪われがちなんだが、そうすると急ぎではないけれど重要なことが見落とされてしまう。例えば勉強や日々の運動、人間関係づくりなどは緊急性がないことが多いから後回しにされがちだが、人生にとっての重要度は高い。確かにそうですね。だからこそ重要度でやることやらないことを決めるという視点を持つことが重要なんだ。なるほど。そしてそれでもやるかどうか決められないときは、迷ったらやめるようにするといい。そういうときに無理やり強行してしまい失敗するということはとても多い。だから何をするかどうか迷ったらすぐに決断せず、寝かしておいて明日考え直すというのを習慣にするといいぞ。悩んだら無理にその場で決めなくていいんですね。ああ、そう考えるようにすると迷うことも失敗することも減り、人生がシンプルになるんだ。まとめだな。小さな習慣が人生を変える。プラスの言葉を口にする。お金は必要なものに喜んで使う。8割聞いて2割話す。毎朝3分間手帳タイムを作る。夜は自分を癒す時間を作る。楽しいことを考えながら早く寝る。重要度でやることを決めるだな。なんか一つ一つはちょっとしたことですけど、確かに続けられたら人生がいい方向に進みそうだなって思いました。結局何かで一発逆転を狙うより、コツコツ少しずつでも着実にいい方向に進んでいくというのが人生がうまくいく近道だ。ちょっとしたことだからこそちゃんと習慣にできるかどうかが重要だぞ。今日の授業で学んだことをどれか一つでもいいから、必ず毎日の習慣に取り入れるようにするといいだろう。そうですよね。三日坊主にならないように時々授業の復習もして習慣化できるよう頑張ります。ああ、それがいいな。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。